さあ、始まりました。マモちゃんの車の子はまず、去るもの追わず、第33回目でございますけれども、よう、もう33回。現在、午後2時50分、10月の19日ということで、何なんですか、この時間は。急遽、主役イレブンの収録があると言われたので、来てみたが、なんかケーブル忘れたから家取り帰りますっていうやつがいてですね。今、放り出され、取り残されてやることないじゃんみたいな感じで待ってるので、だったら、来るもの拒まず取りましょうかっつって今、録画ボタンをスタートってして、しました。週明けイレブンっていうのはね、皆さんね、このバモちゃんの来るもの拒まず、去るもの追わずの前に収録が行われてましてですね、僕はそれの参謀長と僕はですね、それの見守りをしてるわけですよ。それがですね、なんかがあったみたいで、まず大事なスタッフが1人今いないっていうの忘れと、物したんで、取り行っちゃったんで行っちね。ゃって、で、マナちゃんはマックに普通になんか食べに行っちゃっていなくなり、そうです我ね。々2人だけ取り残され、まあ、喋り始めまし喋たりよ。始めますっ今ていう日月感曜じです。日、はい、昨雨が降ってます。日曜日、おととい土曜日、土曜日は私とあなた2人で名古屋に行ってまし行ってた。きましたね。とか岡崎、まあ、岡崎経由して、名古屋名港古屋、サッカー場でしたっけ？港、名古屋港みなか。か、JFL、丸安岡崎対鈴鈴鹿鹿ポインポイトントゲッゲッタターズの試合の取材の方に行っ行ってまいてりままいりしまして、た。まあ、雨だるいなんて言いながらね、高速道路を走り、で、試合の会社朝の出てね、着いてもね、朝、こっちの東京、神奈川を朝8時には出てね。で、渋滞などもあり、でね、ちょっとキックオフ過ぎちゃっおたんで、昼12時に着くかなと思ったらキックオフ過ぎちゃった過ね。ぎちゃいまして、だけどもう一人のスタッフが、優秀なスタッフ、3人で行ったんでね、そう、もう3一人人で、は現地に先に着いてたんでね、まあなんとか。いいスタジアムでしたね。ああ、よかった。何がいいって、Wi-Fi の入りの良さ。まずそうだね、この地方のスタジアム行った時の、あチェッるクあポイント、る。Wi-Fi 入んねえわーで何度悶絶したことか。ところが名古屋港ものすごい入りものがいい。すごいね。これはね、市原臨海を超える速さでしたから、そうびっくだりしな。ましたね。市原臨海な、比べ物にならないぐらい市入る原な。臨海より、なんなら姉崎よりもすいい。かね、あそ何なんこ。でしょうね。ねえ、あそこの伊勢湾一帯の太平洋は電波飛んでんのかね。そ素晴らししい。て、充実した設備。あとさ、この建物担保的に言うとさ、まあ、いい感じのしなびた古さの建造物ですね、みたいなね。これ、何十年前の国体で建てたんでしょうか、みたいなさ。エレベーターの文字盤がね、昭和50年ぐらいそなんだよね。う。でね、もう、メインスタンドだけは、ものすごい金かけたね、みたい金なかね。かってる。中ね、中ね。客席っていう部分じゃなくて、いわゆる中の動線ね。我々度肝を抜きましたね。こちらでカメラを回してくださいとご案内されされたたのが、その席が、席というのか、もう部屋です部ね。屋、最上階のね、最上4階階、のね、放送室。2っていう部屋でね。なんとその隣は、来賓。来賓室。多分、閣下がかつて国体の時にご覧になられた部屋だと思いま多す。分、皇族の方が多分、ご利そう用いうさとれころ。たお部屋の、国体のその大臣とかそういそう、うのがね、通される部通屋みさたいれなるね。部屋のお隣そで、の隣にね。そう、ちょっとその部屋覗きましたけど、大して隣と変わらないクオリそりゃティっそうだったんだよね。ていうお部屋に通ださかれらそまれした。別にただ試合映像を撮るだけなのに、まあ、大層雨風がしのげるどころかね、個室で、高い角度だってね、しかもその4階に上がるってなるとね、これ、悪口じゃないから、皆さん誤解しないでね。市原臨海の場合はね、上に上がるのはね、重い荷物なんでね、4階レベルの高さまでね、徒歩なんですそう、よ。徒歩ですよ。行って帰ってくるだけで、ぜいぜいすそう、るじゃん。ぜいぜいするんですよ。ところが、丸安さんのホームゲーム、エレベーターだそう、も1階から4階までエレベーター。スーッて上がってね。そもうすぐトイレもあるしね。素晴らしい。雨降ってたんだけどね、土曜日ね。もう全雨降ってくて。ノーストレス。
我々大体雨になると怯えますからね、ああいう取材ではね。屋根があるのかどうか。そうそう。市原臨海、我々テント持って行ってましたからね。そうそう、僕らだから大体僕らがこう顔を出すとこっていうのは、あの屋根もないような、うん、もうカメラを濡れたら壊れちゃうから常にあのタオルを、そう、持ってない、欠かせないみたいなね、椅子もないようなところが我々多いですから。これそれに比べたらもう天国でしたよ。素晴らしかった、ね、素晴らしい。でまたあのこれ の, そのダイジェストですか、うんうんうん、来週ぐらいに流れるんですかね。いや今週じゃないですか、平日には。平日にはね、あのゴールダイジェストというの特集みたいな感じでやるんですか、JFL。JFL 特集としてやるそうなので、皆さんそれを楽しみに。確かそちらご覧くださいということで、ね、はい、ということなんですけれども、まあでも、あの果たして行って、どんな収穫があるかななんて思ってたら、ね、いい絵が撮れましたね。いい絵撮れたね。すごいいい絵が撮れましたね。マモちゃんは持ってるよ、やっぱ。いやもうね、マモちゃんに行くところに何か事件は起きるよ、やっぱ。いや事件ね、事件でしたよ。事件でしたね。あれは事件だろ、うん、あの試合中の出来事は事件だよ、うん、もうあのだいたい試合後の映像っていうのは、そのだいたい選手がパーって並んでさ、うん、あの挨拶してるところを撮りたい、うん、普通のカメラマンは思うじゃないですか、ね、僕はもうそれをそっちのけでいい、そっち、いや、いい、それはもういらない、そうだね、そんな普通の絵はいらない、こっちだ、こっちを撮るんだ。そう、その3人目のあれでしょ、あの我々と一緒に行った第3の男がね、カメラマンですよね、そう、もうそんな整列なんか撮らなくていいですと、あっちを撮ってくださいってバムちゃんがもうディレクターの指示で、もう一瞬だけそこだけ撮ってもらって、はい、もういい、こっちこっちこっちのやつって、ほらもういいぞいいぞいいぞと。まあどんな絵だったかは多分その JFL のその何特集番組みたいなのね、ちゃんと使われると思うので、バシッと使ってくれよっていうね。でその後いろんな事情があって、その監督とかのねインタビューを撮りたかったんですけれども、はいはいはい、まあ、 あの出てこない。そうだね。あの私はですね、あのその、うん、ママさんが4階のね、うん、あの暖かい、あの雨風しのぐ部屋に試合終了間際までいたじゃん、うん、いたね、その瞬間僕はねグランドレベルに降りてたんですよ。そう、ね、うん、寒かった。そうだよね。雨降って、ただねグランドレベルにいた方がその例の事件、うん、もう目の当たりにしまして ね、そうだよね、思わず私ねカメラパカーンって開いてね録画ボタンスタートしちゃったからね、あの別の角度でね、その事件の一部始終は撮ったんですよ。皆さんね、あのね、今聞いてる人ね、あの勘違いしてもらいたくないのは、僕は別に落語したくて4階にいたわけじゃない。ちょっとね、いなきゃいけなかったんですよ。そうそうそう、役割分担。役割分担で。俺先行くわ、下へ降りてるねって言って、うん、俺も単純に、ああ、このまま試合が普通に終わって、普通にね、うん、普通のことですよ。うん、そう、整列して帰って、ね、両チームがベンチで着替えて、うん、あ、じゃあちょっといいですか、監督なんて、うん、もう淡々と進むんだと思ったら大間違い、うん、ある事件が起きたことでですね、あのインタビュー開始がなんと30分以上遅れるっていう ね、あの立派なあのスタジアムのね、うん、あの多分1階の大会運営本部みたいな部屋にね、審判だ監督だがブワー詰まってね、一瞬見えましたよ、絵の飾ってある応接室そうでしょ、校長室みたいなお部屋 でかなりそのあの重役しか入らないような部屋にね、あの多分8人か10人ぐらいの大人が集まってね、なんかやってましたよ、けんけんがくがくね。密ですよ、あれは。そう、密です。完全に密です、あれは。完全に密でした。あれは密でした、うん。で、出てきましたって言ってから、やっとインタビュー開始みたいな、ね、はい。で、本来はその第3の男、まあ、誰とは言いますけど、はい、けれども、初めてだったんですよね、その選手。デビュー戦だったんですよ、ちょっと。まあ、レアス対鈴鹿の試合こそが取材デビューだったんだよ。うん、で、それで、あの僕もね、後ろについて、まあ、いつも言ってるから、インタビューとか。バムちゃんもね、いろいろ教えてあげてくださいねって言ってたわけです。研修も兼ねてみたいな感じで行ったんですけれども、あれ時間かかりそうだから、バム上行って片付けてきてって言って、そうだね、デビュー戦が一人、そう、その場の判断、判断それこそあの臨機応変対応。もうでもだってあれしょうがないもんね。だってその初めて来た人にさ、いいから4階にもう一回上がって全部荷物片付けるって言って、多分さ。片付け方も分かんないから、かんないね、これはバモしかないなと、うん、そのプラレールのレールをねバキッてやるようなもんだからね。そう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 すると僕はあの監督、その何応接室に集まったところから、うん、いつ監督が出てるか、うん、出待ちしなきゃいけないから、うん、もうそこに張り付くでしょ、うん、そうするともう彼一人なの、ね、だからね、これはね、僕はいわゆる、ね、ホストクラブのヘルプですよ、僕は。そうだ、ドリンクのオーダー聞いといてください、僕ちょっとヘルプ回るんでっつってパーカー着てさ、
あのタオルおしぼりとか巻いたりそういうのをそういうこと、あの無線つけてやるようなもう立場よ。まさかそんなあの段取りになると誰も思ってないけど、まあ、あの場でその判断で、ね、まあ、あれは正しかったですね。あれやってこなかったらあれだから、もっと帰り遅くなって早く帰れって怒られるでしょ。あの部屋から早く出てけってどうせ言われるんだから、やっぱやっといてよかったでしょ。やっといてよかった。でまあ一人でね、その第三の男はね、うん、いやでも初めての人にはちゃんとやったんじゃない？詳しくは。それはね、でもね、なんでそれができたかっていうと、まあそれ詳しくはね、特集で聞いてもらえれば分かるんですけど、それはね、僕のディレクション。もちろん。何を聞いた方がいいっていうのは、こういうのとかこういうのとかこういうの聞いた方がいいですよ。そうなわけ。最初に言ってね。教え方がいいわけ。なんならもっと言うと、その事件の時だってさ、もうここはもう今日自分のこと褒めるよ。あの事件の時だって、あのこの事件が起きたら、あの参謀長は下にいるからそっちの方を押さえてるはずだから、上からの絵があった方が絶対に面白いです。ああ、なるほど。うん、もう読みがいいから、そう、もうその通りのことが起きてる。絶対それ取ってるんです。そうそう。そっち行った方がいいって。それがあのね、あの教え方が上手。もう上からの絵の方がいい。まあ、きっとね、あの第三の男もね、いい経験。デビュー戦にしてこんな、こんな試合後の緊張漂うなんかこうあの2、30分はなかなかなかったよ。だって一人で取り残されてさ、だってマリアスのホームゲームのさ、うん、マリアスの運営というか広報さんの顔だって、誰だかよくわかんないみたいな感じでさ、ね、ポツンと三脚持ってさ、ね、あの、ま、一人で待たされて見始めていたところで、ね、本当にわからないんだから、普通はもう ね泣きたくなっちゃう。泣きたくなるよね。それはだってさ、怖くなっちゃってハーフタイムカメラ止めてなかったんだもん。そうなんだそうなんだ。まあ、まあ、そういうことがいろいろあって ね、まあ、詳しくはとにかくダイジェスト番組見てもらえればな。まあ、事件ある事件がありましたという、まあ、それが昼間の時間。そのでも帰りですよ。その後終わりましたと、うん、はい、4時5時だね、うん、よしじゃあ帰ろうかっつってお風呂入って、まず楽しみにしたメインコンテンツ、刈谷のオアシス、刈谷のオアシス、あのサービスエリア、あれメインコンテンツ、ね、今回のメイン、うまいものを食ってでかい風呂に入るっていうね。すっごいよかったよ。よかった。サボちゃん何食ったんだっけ。豚の天ぷら、いわゆる大分だったら鶏天みたいなのがあるじゃん、うん、あれの 豚肉バージョンね。あと名古屋コーチンの手羽焼きのテリテリのやつと、うん、なんかあのうどんセットみたいな、うどんセットしかないのって言われたから、じゃあうどんセットで、ね、食べてね、すげえ食った。僕はあのカロリーを気にしてね、衣のない豚丼を普通に食いました。でもそれはもうあのインスタに写真あげたの。あげました。あ、まあ上がってるそうです。気にする気にしないやつ。豚チャンネルのインスタグラム最近始めたんでしょ。それリンク下に貼ってあるんで。そこにあのカリアで何を食ったかの写真は載ってるんです。写真はぜひ見てほしい。あの詳しくはあの説明欄見て、うん、この動画の説明欄に。そう。試合のことも何も書いてないからね。そうだ。で、大きなお風呂入って。お風呂入って、あの風呂はいい。男二人裸になってね、腹割って話すから、ね。腹割ってさ、そう、バカ話だね。地域リーグにいるメンヘラ女についてって。そうだね。話したね。話したね。もう忘れたけど俺。これ聞いて私だって思ってる人いたら超ウケるけど。それで、9時ぐらいだっけ、ね、うん、ちょっとこう、なんか寝たりとか、お座敷で。あのなんかちょっとだけ時間潰してね、はい、してで出発だっ、まあ、出発して夜9時ですよ。で夜にそのこれからの週明けイレブンの展望、まあ、いわゆるビターチャンネルの展望と、あのいろいろ濃い話をしてしながら ねで2時ぐらいかな、サポーターとはみたいなね、うん、こういう参謀長がやりたいサポーター企画なんて、とかね、あれはなかなか面白いでしょ。いやあれはいいね、あれはやりたいね。今は言えない、うん、今は発表できないけど、あとはそのこれからのそのサッカーの濃い話と、どのチームのあの選手がいくらで移籍するかみたいな話とか ね面白かったね。何を見て何を感じたとかね。そうだな、うん、どっかのチームのねプロモーションの裏話とかね。そうだね、いっぱい話したな。なんせ長いから5時間ぐらいドライブだから、うんうんうん、ね、で僕が一切飛ばさないから、そうもうね、土曜日の朝は若干急げよっつってちょっとね、うん、ちょっとアクセル踏んだけど、うん、もう帰りはのんびりだから、そうすごいよね、ほとんど100キロ行ってないんだけど、もうトロ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 みたいな感じで帰ってね、それで夜中の1時ぐらいか、あれ1時半ぐらいだね、やっと神奈川県内に入りましたからね、うん、で海老名のサービスエリア、海老名サービスでそこで朝、でも俺 もう電車なくなっちゃったし、とりあえず仮眠して朝ゆっくり、うん、
海老名だったら吉野家があるからさ、そうそうそう、そこでモーニング食べようよなんて言ってさ、で吉野家あるか確認しに行ったらなくなってるって。ただまあ海老名サービスエリアはとにかくあの充実ポイントなんで、ね、まあ、カリアサービスエリアと海老名はまあ抑えとかないけど、ね、今後も外したくない。そう、これ皆さん遠征行く時のおすすめ、うん、もうカリア海老名は素晴らしい。でそこで仮眠をして、仮眠してね、で今の時間だったら朝の5時ぐらいか、5時6時だ ね、 あれね、朝飯食って、で今の時間だったら、散歩中の降ろす駅があるから、いやもうそうそう、スイスイと、ね、あとはね渋滞もないしないから、じゃ あ、 あのちょっと手前で降りて、そう、ここがもうバモがね、うん、もうここはもう僕のテリトリーですから僕に任せてくださいよなんて言ってね、うん、頼もしいこと言ってくれるわけですよ。ああもうじゃあ任せたよなんて言って、僕も油断して安心して助手席乗ってましたよ。懐かしいなこの辺なんです、うん、よく俺こんなとこ暮らしてたななんて言ってね、僕はもう僕の庭ですからみたいな感じでさ、ね、楽しそうに君話してたよ朝からでしょ僕の知ってる道に、この辺よく詳しいですから、僕よく知ってますから、言ってたやつ、よく知ってますから、うん、でガソリンをね、やっぱ入れてね、入れてね、うん、さあいざ、そうですよ、走っていたら、はいはい、後ろから、はい、信号で止まった時に後ろから黒い車から男が降りてきて若い兄ちゃんだったね、若い兄ちゃんが、僕はこれ何か言われるんじゃないかと思って運転席の窓ガラスをどんどんと叩いて、まあ、もちろん窓閉めてるから口だけがさ、なんか言ってるっていうね、うん、あの危機迫る顔で何か言ってるみたいなね、なんだなんだと思って、もう絶対これあれだよね、あのいわゆるよくある高速道路でのトラブルでなんかあるじゃん、よくあの煽り運転のあの人みたいな感じがと思って、もうはって思うよね、あの瞬間はね、うん、だからもうあのまだ開けないっていう、もう何何とかって木本さんみたいな人が来るのかなと思って、そう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 、木本さんみたいな、まあ、でもあの寝ぼけ眼でさ、あの夜明けぐらいのね、うん、神奈川県内のあの走ってるとそう思うよな、もうなん後ろからなんかヤンキーでもついてきちゃったのみたいな思うけど、違ったわけ、びっくりしてさ、エンジン切ってさ、鍵までロックしてガンってロックしちゃうなんて言って、そしたら違って、何ですかって聞いたら、聞いたところ、パンクしてますよって、右の後輪がとなんとなんとパンク。俺ね、確実に海老名サービスエリアでね、仮眠する前にね、一応ぐるって回った時はね、ピンピンしてましたよ、ね、4つともタイヤは、うん、だからやっぱりあのあれから出発してね、うん、一般道に降りた瞬間にね、うん、パンクしただろうね。いや朝のさ、何にもないさ、まあもう通り過ぎちゃったとこだから言うけど、ズーラシア付近、ね、あ、知ってますか皆さん、横浜にはズーラシア動物園、ね、動物園っていうのがあって、うん、あそこ、そこの付近でパンクしたんですよ。パンクに気づいた、気づいて、うん、で止めて路肩に、うん、でその時朝の7時、まだ7時前、ね、でレンタカー屋さんは開いてない、開いてないし、まずコンビニもない、もう何もないみたいな、ね、あるのはね、大きな高校だけ、ね、そうだね、高校があったね、はい、ある高校の前でね、ある高校の前でさ、高校の正門の前にパンクした車止めまして、うん、はい、でまあ電話で、あのまあレッカー事故ですみたいな感じで連絡入れてね、レッカーで呼んで、レッカー車来たよ、で運んでもらって、その時に大きな釘が刺さってるのを見て、うん、そうだねものすごかったな、すごかった、もうね、あの楽しそうに走ってた道のどっかで踏んだんだなと思う、俺は悲しいよ、あのね、マジなさいよ、参謀長、僕の庭をね、これからもう駅着くまでいろいろ案内してるからって、ああいうのんきになんか楽しそうなこと言ってる瞬間に、お前はガラス踏んでたんだぞみたいな、ね、なんかさ、隣になんかどっかのラーメン屋があって、それはラーメンがうまいからだってポエムがあるね。そう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 、いや、俺この店よく来たな、懐かしいな、このパッシオスなんて言いながらさ。本当だよ。知ってたらさ、大きな話しかしてないよ、朝から。したらパンクってね、パンクで、あの寒い中ね。かもさ、もうど田舎、神奈川でもど田舎っていうところだからさ、ちょっと不安になるよな、あれ、ね、やばいな、ここ。港未来とかしかイメージしてない人は、ね、分かってないよ。横浜はあれが本物だからね。本当だよ。それである駅までさ、もう結局そのバスに乗って、そうそうね、うん、そっからね。で、2人して、人生でもう二度とここに来ることはないだろうっていう経験を2人ともしてたんですよ。そうだね、そうやって、日曜の朝、9時ぐらい、うんね、やっと終わって。
うん、お互いにじゃあなっつって帰って自宅に帰りましたという ね、それで寝て、まあ、その後俺は爆睡したよ、ね、もちろん僕はちょっと寝た後仕事をして、で今日起きて、うん、さあ週明けれそうなんだよ、そうそうそう、それで今なんですよ、この日曜日くたくたになった体をね、うん、若干まだ疲れ残ってるなと思いながら月曜日来たわけ、そう、ね、来てくれないと困りますって言われてるから俺も、で今これでですよ、それでなんかケーブル忘れましたとかね、うん、言ってたんですよさっき、うん、でね、それプラスあのさっきねレンタカーのなんちゃらとかいろいろ生産やってね、そしたらあの使ってるはずのポイントが使われてない、そうそうそう、あのレンタカー屋もあ請求代金間違ってるとか、ね、そう間違っててさ、もうなんか月曜からあのうんざりって感じ で電話したら取りにさ、あの取りに来てあそうそうそう、差額返金しますので、返金しますので、差額したって皆さん数百円の話ですよ、数百円なんだけど、数百円を返金するから電車で来いっていうわけですよ、その、 あのバカレンタカー屋がね、取りに来てくれっていう、よく考えろと、その電車賃でその差額オーバーしてんじゃねえか、そもそもってじゃあ俺それタクシーで行くぞって言ったら出してくれんのかって話して、みんなこともありましたよ、うん、このお部屋に来てからね、もうさ、こんだけそのいいも悪いも続くと何だったんだろうな、なかなかね、あの普通な日ってないねっていうね、なんかがあるっていうね、あのね、不思議の国のアリスってね、僕はね深いなと思った、何でもない日万歳って、確かにそうだそうなんだよ今日一日何事もなくね、うん、平和に一日終わったななんて日はね、きっとね、やっぱね、何でもない、何でもない日万歳っていうのはね深い、うん、あれはねバカみになって踊ってね、お茶飲んでるだけじゃないんだよ、やっぱあのロードを歌ったトラブルさんはいい詩を書いたね、何でもないようなことが幸せだったと思う、本当です、毎日ね、そうだな、生きてりゃね、いろんなこと起きちゃうわけ、うん、あの人もいろんなこと起きてるからそうそうそうロードさんもそのためにすぐ判断すぐ行動ってやってさ、うん、であっという間に一日が終わるっていう、今日もそうなりそうです ねっていうね、もう我々ここの部屋に来て何もせず何してんのもうかれこれ2時間は経ってるよね、この部屋に来てね、いま、うん、だに週明けイレブンの週明けはまだ始まらず、まだだって車運転して動いてる時の方が生産性ある時間だよ、本当だよ、何これさっきという感じで喋ってました、ね、あ22日さ、ということで、あとはじゃあバムさん、ここから何か、あなたがお伝えしたい、僕からお伝えしたい、ダイエットはやってる最中なんで、もちろんやってるんで、インスタの方を見ていただければと思うんですけれども、ちなみに僕この前カリアのサービスエリアで体重測ってみました、ほういくらですか、 74.4 でしたね、うーん、どうする、あ、おっと帰ってきました、帰ってきましたので、それは痩せてんの、変わってないんです、同じ、ね、ちょっと頑張って、じゃあそれ引き続きと思ってる、はい、今あのその忘れ物をした男が帰ってきましたので、そろそろお話を終わりにしたいと思うんですけども、ですね、来週私はですね、うん、今週か、武蔵野の方に、あ、また JFL 行くの、はい、取材に行ってらっしゃい、行きますので、武蔵陸だ、武蔵陸に行きます、近いじゃん、はい、うん、いわき FC でしょ、相手、相手いわき FC ですね、楽しみだね、それの取材を僕はやろうと思っておりますので、今後も週明けイレブンの方も、JFL 特集をお楽しみにしていただければと思って、いや、ついでに私も言っていいですか、はい、私今週末、はい、10月の24、25、はい、土日かけて、お、三重県です、あれ三重県三重、この名古屋よりもっと先が行くで気をつけて行ってきてくださいよ、また行ってくるわけですよ、今度僕運転でいないから、まあ、あなたはいないわけ、僕はもう何で行くの、自力で、とりあえず行きはバス、バスね、で現地着いたらあの現地スタッフと一緒に車でね、もうどちらにせよパンクしないことを祈るよ、うん、俺は三保町、この土地はもう私たちのもう庭みたいなもんですからって、多分運転案内してくれると思うんですけどね、うんうん、あの本当にガラスを右タイヤで踏まないことだけを三重県でも気をつけたいなと思うんですけど、ね、それでもしなったらもうパンクの神様だね、そうだ持ってるね、持ってるね、でそれがまあ土曜日は鈴鹿のホームゲーム、うん、だこの間のマリアス戦もあの鈴鹿ゲッターズのアウェーですから、今度ホーム、うん、またあの愛を込めて言いますけど、ミラちゃんと、あらららら、ミラちゃんに会えるっていうね、ミラちゃんの、この間だから名古屋の港のサッカー場でもね、うん、ミラちゃんと、そう、1週間後も行きますねって言ったんですよ、うん、したらもうぜひ来てね、ムイビエンみたいな感じで、ね、すごい、すごい、まあ、ただそのミラちゃんがめちゃくちゃつい30分前まではめちゃくちゃ怒ってたよっていう話は、まあ、まあこの次の次のやつ、ね、あの
特集動画で、ね、だからそのミラちゃんに会いにね、土曜日鈴鹿、うん、で日曜日はあのビアティンさん、うん、あの桑名市のビアティンと、相手がねホンダロックなんですよ。もう久々ホンダロックの人たちに会うの俺も。じゃあもうそれも楽しみですね。楽しみ、日曜日は日曜日でね、うん、宮崎県のさ、うんうん、ねえ、もうこの、ね、今本当目の前にスタッフいるけどコードがバラバラ、まあ、という感じで、はい、また2週目に突あの連続でね、うん、あのお互いに今度は別々の場所でジュエフェル行っていきましょうよと、はいはい、お互い本当道中気をつけましょうね。本当本当本当、うんうん、こういただいた命は大事ですよ、うんうん、とりあえずね、とりあえず俺は土曜日の夜はねいい風呂を確保してるわけ、ね、いい風呂入って四日市でなんか美味しいもの食べようかな、いいビール飲んでくださいよ。僕はね武蔵野に行って、うん、あの帰りにあの近くのマックでチャーシューばいて帰ります。三鷹のね、三鷹のあのマックでチャーシューばいて帰りますよ。ということで、まあ、じゃあまたあるでしょう、また一週間もどうせね、はい、何かが起きてるよ、何かが起きてるので、うん、皆さんまたその時に話しましょう。ぜひ聞いていただければと思います、はい、ということで、それでは皆さんありがとうございました。さようなら。